いいボールですね、松原。いや、そして裏のスペース、水沼行く、中央、エジガルジュニを待つ、マイナス、天野か、エジガルジュニ、天野、パンチング、ボレーは、あー、ここはなんとかしのぎましたが、水沼がよく見てましたね。まずはやっぱりキーパーとディフェンスラインの間だと思うんですけれども、まあ、平行2列目から天野が遅れて入ってきたところ、いやー、薬物を見くも逆を見る、このボールが外すか、通ってジャメイン、左足、利き足、パッティング、セーブしました、パクミルグ。面白いアイデアだったと思いますね。おそらく狙いはキーパーとディフェンスラインの間へのクロス、まあ、背中を向けているからこそディフェンスライン、形は4対2、菅から右サイド、駒井、少し時間がかかった、駒井がかわしてボールを運ぶ、菅がシュート、ゴールキーパーイクラ、オフサイドありません。菅が簡単に決められるわけじゃないんですけれども、はい、まあ、左サイドから右サイドに出た駒井選手のパスがもう少しゴール側に出て直接ゴールにね運べるようなパスですと、駒井選手でまずシュートが出た可能性ありますよね。ミドルレンジ、一度右に持ってきました、ボックス内3人入ってます、さあどうだ、シュートだ、キーパー、そしてもう1回林取れず、戻してマイナスのボール、最後はちょっと打ち切れませんでした。小山津にしてみれば目の前に来たんですが打ち切れませんでした。まあ良かったですね。最後は林、セーブした後のアクションが林は早かったですね。選手のこういった声が聞けるっていうのはいいですよね。そうですね、どれぐらい声が出てるのか。裏抜けてくるティラトン、折り返す、シュートが弾きました、薬物オビク。まあ、これですね、サイドバックのインナーラップ、いや、よく触りました。